横筋をはじめ横隔膜、多裂筋、骨盤底筋群を全体的に鍛える複合的なトレーニングです。仰向けに寝ます。枕は使用せずに行います。両手をおへその下に置き、両膝を90度に曲げた状態にします。腰に力が入らないように腹横筋に力を入れ、お尻を上げます。2秒かけてお尻を上げ、3秒かけて下ろすのを繰り返します。両手で腹横筋に力が入っているのを確認しながら行っていきましょう。10回3セット行っていきます。それでは1セット目始まります。痛みのない範囲で行ってください。痛みが出る場合は無理をしないようにしましょう。呼吸は止めずに、ゆっくり呼吸をしながら行ってください。絶えず腹横筋に力が入っているように、力を抜かないように注意してください。1セット目終了です。10秒休憩します。それでは2セット目始めます。肩、腰、膝は一直線になるようにお尻を上げましょう。お尻を下ろす際も腹横筋の力を抜かないように注意してください。顔は動かさず、目線は天井を向けます。2セット目終了です。10秒休憩しましょう。それではラスト3セット目です。腰が反らないようにしっかり腹横筋に意識を集中しましょう。一つ一つの動きを丁寧に行ってください。両膝を開かないように、まっすぐの状態でお尻を上げます。はい、お疲れ様でした。これで終了です。このトレーニングを10回1セットとして3セット行っていきます。朝昼晩と3回行いましょう。続けていくことで姿勢が改善し、疲れにくい体になり、腰痛の予防にもつながります。このトレーニングの詳しい注意点などについては、上の説明編動画をご覧ください。